AMX-40 とは1980年代にフランスで開発された主力戦車である。試作のみであり、採用、量産には至らなかった。本項目では第二次世界大戦後に試作されたものを解説し、大戦前に試作された別の a m x 4 2には触れない。フランスのジョット社は1979年に 輸出用に AMX-30 主力戦車の改良型である AMX-32 を発表したが、これは受注を獲得することができなかった。このため、JOT 社では次なる輸出用 AMX シリーズとして AMX-30 のさらなる改良型の開発を行うこととした。これが AMX-40 主力戦車である。 AMX-40 の開発は完全に白紙の設計として1980年に開始された。1983年に最初の試作車両が製作完了し、同年のソッテリーの展示会で公開された。さらに2両の試作車両が1984年に製造され、4両目となる最後の車両は1985年に作られた。これらの設計車両は、 フランス国内での採用計画はなく、AMX-32 計画の後継車両とされていた。最も現実性のある潜在的な顧客としては、スペインが考えられていた。しかし、1990年に至るも採用国はなく、輸出、量産はなされなかった。本社は、戦車として標準的な構造であり、操縦手が前方に位置し、砲塔が中央部にあり、 砲塔内に砲手と社長と総店主が登場した。また、エンジンは、車体後方に位置した。本社の主武装は、合計1 2 0ト、mm、ルの格好砲であり、合計、mm、2 0トルの F2 機関砲が同軸に搭載された。他に、対空射撃用の7 6 2ト、mm、ル機銃1門を装備する。射撃式装置は、AMX-30B にでも使用された。 コタクである。本社の寸法は、全長6.8メートル、全幅3.36メートル、砲塔天井までの全高2.38メートル、搭載手法弾薬は35発までであった。機関は、1100HP のポイオード V12X ディーゼルエンジンであり、ZF オートマチックトランスミッションを組み合わせて、駆動した。AMX-32 と比較し、 両側面の転輪数は5個から6個に増加している。重量は43トンに抑えられている。強力なエンジンと軽めの車体重量により、路上最高速度時速 70km、未舗装で時速 50km の速度という良好な走行性を確実なものとし、また運用上の経費を低めたが、走行に政権が加えられた。全面走行には穴を開けて積層化した鋼を、 利用し、合計1 0 0トルのヒートとアップズ弾薬に対して防御した。これは近質圧縁走行に換算して4 0 0トルから4 5 0トルに等しいもので、1980年の時点では完全に強力なものとみなされた。しかし、1980年代の後期には、この走行はミサイルと弾薬の発達によって標準以下のものと化していた。 ありがとうございます。